フェルディナント・フォン・ウランゲルフェルディナント・フォン・ウランゲルから1870年5月25日は、ロシア帝国の男爵、ロシア海軍提督、探検家、ロシア科学アカデミー会員、1845年に、ロシア地理学会を創設したメンバーの一人である。1796年、プスコフで、バルトドイツ人の貴族である、ウランゲル家に生まれた。彼は1815年に、 海軍兵学校を卒業し、1817年から1819年にかけてバーシリー・ゴローニンのカムチャツカ号による世界一周航海に参加した。帰国後ウランゲルはロシアの極北を探検する旅に出る。彼はコリマ川を北へ通り、その川口部からロシア極東最北端のシエラグスキ岬へと回り、ユーラシア最東端の北側は、 当時考えられていたような陸地ではなく海であることを確認した。またピョートル・マチューシュキンとピークズミンラと共にインジギルカ川からチクチ半島最東端のチクチ海に面したコルチンスカヤ湾までの海岸線の測量も行い北極海航路の可能性を探った。彼の探検は雪氷学、地磁気学、気候学の発展に貢献したほか極北地域にある天然資源や 先住民の人口、文化の詳細な記録にもなった。彼は鳥の群れが北の海へと飛んで行くのを見、また先住民からの聞き取りにより、北極海には未知の陸地があるに違いないと考えた。1820年からの4年間の探検では、陸地の発見に失敗したが、後に発見された。ウランゲル島には彼の名が付けられた。 ウランゲルは1825年から1827年にかけてクロートキー号による世界一修航会を指揮した。また北アメリカ大陸にあった植民地の行政官を1829年から1835年まで務め、1840年から1849年まではアラスカの毛皮取引を一手に担うロベー会社の社長となった。 1855年から1857年には海軍大臣も務めた。1864年に引退した後は、1840年に入手したエストニア東部の省園で暮らし、1870年に死去した。1867年のアメリカ合衆国に対するアラスカ売却には強く反対した。彼は1855年にロシア科学アカデミー会員となった。 代表的な著書には1841年刊行のシベリア北岸と北極海への旅行やアメリカ大陸北西部の民族について書いた書籍などがある。また、シベリアからアラスカにかけて多くの地名に彼の名が付けられている。北極海に浮かぶランゲリ島のほか、アラスカ南東岸のアレキサンダー諸島にあるランゲル、島とその主要都市、ランゲル、アレクサンダー諸島のランゲル海峡。 アッツ島の西の先端でアラスカ及び、アメリカ合衆国の西端でもある、ランゲル岬、ランゲル山地や道山地唯一の活火山のランゲル山、ランゲルセントイライアス国立公園などは、ウランゲルの名に由来する。ありがとうございます。